まこんにちは、にがめまゆみです。今日はモリコロパーク愛知九博記念公園さんの方で、月に一度のコスプレイベントを開催しております。で、愛知九博記念公園の中に、ジブリパークも一緒にあって、で有料エリアと無料エリアあるんですけど、今日はもののけの里の敷地内というかほぼ同じエリアにある愛知里ラボさんの方にお声掛けいただき、里ラボさんにやってきました。すぐあちらにもののけの里が見えます。もののけの里はオープン初日に動画をこちらのチャンネルでも出したんですけど、今日は里ラボさんの方にお邪魔しています。では今日は里ラボさんの方で五平餅体験と炭焼き体験などいろんな催し物があるようなので、早速お邪魔していきます。では行ってきます。里ラボさんの、そうです、ネコバス乗れるんだ。30分おきにお時間選んでいただいて乗っていただくことが可能なので、はい、わかりました、はい。すごい、もうコバス、はい、山犬は乗車拒否されませんか？あ、どこまで行くんですか、こちら。あ、どんどこ森、またどんどこからここまで戻ってくる、はい、今工事中の魔女の谷がそこで、はい、楽しそう。ちょっとこれで乗ってみたい。猫バスにはもう乗れるらしい。山犬は乗車拒否されるのかと思ったら、一応山犬も乗れるそうです。ちょっと帰りに乗ってみようかな。1000円だっけ。1000円か。どんどこ森まで行って帰ってくるのが大変。はい、はい、こちら愛知里ラボにやってきました。はい、では今日はご招待いただいたのでコスプレで楽しんで参加させていただきます。こんにちは。この前オープン初日に行ってきたもののけの里の入場エリアが後ろです。撮影も OK だそうですけど、こんにちは皆さん。はい、今日はお遍餅と炭焼き体験をやっているようです。今日は正式に里ラボさんの方から取材許可をもらってこちらの敷地内にお邪魔させていただいていますが、はい、こちらがここから後ろがもののけの里エリア でこちらの烏帽子の秘密の庭に見えるところが里ラボさんがいろいろ農作物を育てていらっしゃるエリアになります。でこのまま奥に進むと池があるらしいです。里池っていう名前の池があっていろんな生物がいるらしいのでちょっと楽しみですね。11月の時にもののけの里オープン初日に動画アップしてるんですけど、その時にこちらで育てていたお米が今日の五平餅体験の五平餅に使われているということで、里ラボすごい癒される。この格好で寒くないですかってすごく言われるんですけど、意外と大丈夫。コスプレだと平気なんですけど、だから見たら寒そう寒そうって言われるんですけど、意外とあったかいです。こちらの奥に行くと池があるそうですけれど、あった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 、ここだ。ちょっと今はまだ3月入ったばっかりなのでカメはいないと思いますけど、いるかな。でここからバックで見るともののけの里が綺麗に入ります。こちらではイチジクやいろんなフルーツも育てられてるみたいですね。秋に来た時ここにいっぱい稲が実ってました。ドラボさんのお米は完全無農薬で当てていらっしゃるそうですよ。水生昆虫とかもいっぱいいそうですね。とても自然が豊かなところです。はい、こちらが里ラボさんの畑になります。もののけの里とセットで見るとここ烏帽子の庭に見えるところです。すごい、本当にいろいろ育てられてるんですね。
さつまいもとか小松菜とか、かぼちゃ、にんにく、はい、一周回ってきました。もういいんじゃない？これ誰の？これ。これどなた？これ誰？はい、大丈夫ですよ。はい、全部手作りです。ありがとうございました。私もいいですか？はい、大丈夫ですよ。お疲れ様です。ありがとうございました。これサトラボさんで採れたお米ですよね、こちら。すごい、無農薬でサトラボさんで採れたお米で、今五平餅を作っていらっしゃいます。すごいいい匂いする。炭火焼きっていいよね。4K で撮る五平餅。動画？めちゃくちゃ可愛い。なんでそんな可愛いの？はい。めっちゃ美味しい。美味しい。美味しい。なんか入った。今こんな感じですか？はい、はい、ありがとう。まだ撮ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。場所が分かんなくてあっちの方行っちゃった。はい、今日一緒に今日回ることになったハウルのゼロ列車さんです。ちょっとハウル遅いよ。ヤギの方に行っちゃってました。全然違う、逆方向。よかった。今日サンボッチになるところでした。風が強すぎてスカートを押さえていたらサトラボを出てしまいました。スカートと言うべきなのか、腰巻きと言うべきなのか。はい、はい、では今からハウルと猫林に乗って帰ります。行ってきます。行ってきます。面白いですね。そうなんか、山犬だけど猫バスに乗ろうとしてる人。ハウルの城はあるから。もうハウルの城は16日にオープンだよ。全然大丈夫ですよ。はい、じゃあここにいたら猫バス来た。おそらく猫バスに乗る必要がないであろう2人、猫バスに乗らせていただきます。はい、じゃあ山犬ですけど猫バス乗ります。動く城あるけど猫バスに乗ります。まだね。すごい未知のエリア。ちょっとどんどこ森に来ましたけど、どうですか？初どんどこ森です、私は。
自分もですな。昔は日本庭園だよね。そう。来たかったらいいけど、コスプレ受付にもう帰らなきゃいけないから、先に券を、帰りの券を買います。来たはいいけど、トンボ帰り。帰りのチケットは、ここで買うそうです。帰りのチケットは、ここで買うそうです。壊れて落ちました。要修理。なんかこの半分のタイプのお面を早く作らないといけないんですけど。では今日のお昼ご飯ということで、こちら、もののけの里に売っている、佐の干し肉、もののけの里ジャーキーを今日は食べたいと思います。取り出してみたら1枚がかなり。大きかったけど、いろんな大きさのがランダムで入ってるっぽいですけど、わ、醤油味だった。美味しい。もののけの里のコンセプトにとも合わせてあるっぽいんだけど、なんかね、ちょっといつも食べてるビーフジャーキーのイメージと違った味だ。美味しい。これはお酒と一緒だと美味しいね。ワインと一緒だと合うと思う。なんだろう、なんか干し肉を食べてる。干し肉食べながら